おはようございます。2012年10月24日水曜日、6時5分が6分になっちゃいました。おはようございます。世間では、世間ではというか、iPad mini、まあ今、この IT メディアニュースのところでも映ってますけども、この iPad mini 発売っていうことで、発売というか、まあ正式発表ですね。発売は、26日で、Windows 8 の発売日にこうぶつけてきたわけですけれども、iPad mini がいよいよ出てくるということで、多分、今日あたりはそのニュースでもう持ちきりじゃないのかなと思います。iPhone、iPad でその間の中間の大きさになる iPad mini ですね、というのが出てきて、まあこのニュースを取り上げてもいいんですが、今日はですね、あえてこれを外しての、こちら。ヤフージャパンで大量告知、クーポンで店舗に誘導、ヤフーとソフトバンクテレコムが O2O で協業ということで、O2O、オンライン2オフラインというね、新たな言い方がこう出てきてるわけですけれども、いやー、まあこの辺はですね、またその、IT 屋さんたち、IT 屋さんというか、まあ、SE 屋というか IT コンサル屋というか、その辺の人たちが、まあ、また新しい言葉を作りましたねって感じなんですけれども、O2O、これはですね、今回のは、ヤフージャパンですね、の、 あのバナー広告とかそういったところにそのクーポンの表示をしていくということなんですね。で、そうすると、まあ半端ないそのアクセス数があるので、でそこでこう、たくさんの人たちがそのクーポンを見てですね、でそれを持って、まあ要は店舗に行くと。でその店舗ではそのクーポンを自動的に読み取る機械ですね、ここにまあ出てるんですけど、こういうスキャナーがあって、でこいつでピッてこう読み取れると。で、まあ、要はスマホとか携帯とかそういったこともすごく意識されてる中で、この携帯端末なんかでピッてこう読めるというような形なんですね。で、まあ、これによって大量にこう、実店舗に誘導させようということで、まあ、やってるわけですね。で、まあこれって別にO2O とかこんなね、言い方をしなくても、もう従来のやり方でやって、あくまでも小売店とかは実店舗に来てもらわないと、お店に来てもらわないとビジネスとしては何の意味もないわけであって、でそれまでいろんな形でそのネットから実店舗にこうどう誘導するかっていうので、いろんなことをやってきたわけですね。で古くはっていうこともないですけど、ブリック&モルタルとかって言ってたんですよ。その大手のウォルマートなんかがやり始めたことなんですけども、そのネットからこうどうやって誘導するかっていうようなことで、でかつそのバックグラウンドをその IT 化して、うまくこう、要はまあポスデータとかそういったものとネットと組み合わせて集客とかにつなげるみたいな、そんな話ですよね。まあすごいざっくり言ってますけど、でまあその後はいろんなクーポンを、QR コードで埋め込んだりなんだかんだいろんなことをやりつつ、そのとにかく店舗に誘導する。でそれでまあ最近になると、そのクーポンなんかもフラッシュマーケティングといって、もうなんかあっという間にフラッシュマーケティングっていう言葉も消え去りましたけれども、短期間で、集客をかけていくっていうことで、ものすごい割引のクーポンなんかを短期間にダッと売りさばいて、で在庫なんかを一気に吐いてしまうために使うっていうね、手法とかも、あれもやっぱりこう実店舗に誘導させるため の、 マーケティング手法で、旅館とかホテルなんかの空室なんかをね、どうやって、利用してもらうかっていうので、フラッシュマーケティングみたいなものがこう使われたわけですね。で、まあ、ここに来て O2O という言い方で、オンライン to オフラインということで、オンラインの人たちをどうやってオフライン、要は実店舗にこう持ってくるかっていうことで、まあ、こういうことをやり始めた。
で、まあ、今回のこれはそのヤフーのバナーとかその辺を使って大量にこう人をかき集めるっていうことで、まあ、ある意味ですね、ソーシャルの流れとは全く違ってて、マスメディアのこう動き方ですよね。マス広告のこの戦略をあえてここでこういう形で作り始めてる。で、まあ、ここでもその全国の総合スーパーなど5000社以上にこのバーコードリーダーを設置するということなんですけども、で、ということはですね、これを使うこと自体はその小売というよりもコンシューマー向けの製品を出してる、まあ、よったらもっとベタな言い方をすると、例えばあのガムとかね、チョコレートとかね、あるいはあのお酒類とかね、飲み物ですね、あのジュースだのなんだのとかパンとかね、まあ、そんなものに使う広告としてこうやってくるんじゃないかなという気もするんですけども、でこうなった時に、私がこれを考えるにこう競合としてはある意味ですね、そのこうなってくると、スーパー同士の競合、スーパーが、まあ、例えばあのスーパーがいくつかこう、ね、あの集まってるような場所だったりすると、そのスーパーとスーパーとの戦いというよりもはあまり関係なくて、これはその割引をするのはやっぱりその元の、メーカーですよね。ここにも書いて飲料食品日用品メーカーがクライアントになるので、そうするとそれはまた違う意味でのその、なんていうんですかね、競合になってきて、スーパー同士はあまり実は嬉しくなかったりすると。でこの端末を置いてるか置いてないかの差であって、置いてしまうと条件が同じなんで単純に近いところに行くだけになるわけですよね。そうするとスーパー同士でこう競争してるのとは全く別の競争が違うレイヤーでこう始まってくるわけで、果たしてこれは小売店にとっては嬉しいのかどうかというところですよね。まあ、確かに集客にはつながるんですけども、ただ競合してるところが近くにあると、その競争にはあまりこう関係なくなってくると、このあたりなかなかね不思議な動きになるのかなという感じもします。このクーポンのどちらかというと出し方ですよね。そこによってこれはうまく機能するのか、逆に小売店がそんなんやめてくれっていう話になるのか、ちょっと微妙な気はしますね。でそれが全国の総合スーパー5000以上の店舗っていうことは、もうこれは完全に大都市圏だけしかあのターゲットに入れてない、大都市圏だけで、もう極端に言うと東京大阪だけで5000店舗なんか軽く行っちゃうんで、そこだけじゃないかなっていう感じですよね。大きな都市しかもう本当関係のない、部分になっていく、やり方ですよね。このあたりがどういうふうにうまく機能するか微妙な感じもしますけれども、さてどうなんでしょうか。さて、そんなところで、今日はこんな感じの話をあえて、iPad mini を外してみました。でもこれもね、ちょっとねこの動きは私は気になって、これがうまくいくと多分また方向は、マスマーケティングの方向に向かうでしょうし、どうなんでしょうね。さてそんなところで今日はまあちょっと天気はね良くなってくるんでしょうけど、なんか寒いのは寒くなるので体調管理気をつけてということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。